し、あ、なんか消えちゃった、違う。あ、出た出た。あ、おはようございます。今日はですね、トシアンとナナミのスピリチュアルテレビ、2014年4月22日でございますが、神さんはいませんということで、神様はいますが、という、テディさんからの提案があったんですけど、タイトルの。ナナミがちょっと、別の場所に行っておりますので、今日はトシコジマ、私一人でお送りしたいと思います。今日はですね、テディさんの都合もありまして、また自主配信体制でやっておりますが、これでもうテディさんはいなくなったのかな。あ、なんか、あ、しまった。なんかいろんな手違いがあるぞ。あ、いるんだ。さあ、どうしたものかと思っております。普段だいたいこう2人でですね、トシアンとナナミで、いつもやっておりますので、だいたい僕はナナミさんのお話の間で合いの手を入れるぐらいで、もしくは、わけわからんこと言ったときに、通訳というか解説をする役割で、もうこの10年やってきてますからね。かつては一人で音楽活動、まあ、ライブをやっていました折には、一人で喋っておったのでございますけれども、なかなかこの、普段二人でこう掛け合って喋っているのを一人でやるとなるとですね、なかなかこれが、塩梅が悪いというか、間が悪いというかね、まあ、慣れというのは恐ろしいものでございます。まあ、ところで、今ご覧いただいている皆様、まあ、これはアーカイブでも残りますので、録画でも残りますので、後ほど見ていただく方々もいらっしゃいますが、このスピリチュアルテレビ、あ、カオルさんおはようございます。もうどれくらいになるのかな、何年か。やらせていただいてますけれども、トシアンドナナミが何をやったのか、本当は、知らない方も多分、大勢いらっしゃるのではないかと思いますので、改めましてですね、まずは、私ども、トシアンドナナミというものは、このお気楽夫婦は何をしとるのかと、メインでですね、何をしとるかというと、こういろいろやっているので、あれなんですけど、メインは音楽でございますね。一応、肩書きというか、癒しの音楽家、夫婦ユニット、一部では、夫婦漫才系、癒しの、ヒーリングミュージシャンと、あ、ヒデさん、おはようございます。言われながらですね、今は岡山県岡山市に住みながらですね、全国をライブ活動して回らせていただいておりますが、2014年、今年は、ちょっと今までのこう感じよりですね、ちょっと音楽活動今、あまり活発にはさせていただいておりません。この4ヶ月、月に1、2度ぐらいのライブっていう感じでやらせていただいているんですけれども、まあ、それはちょっといろいろ事情がありましてですね、去年、あまりにも、頑張りすぎちゃったっていうか、毎月岡山から東京へでです。東京まで車で出向きましてですね、毎月、マンスリーライブというのをやらせていただきまして、これが結構こう、精神的にも肉体的にもですね、かなり無理があったのか、体調を2人とも崩しましてですね、年明け1月はうだうだし、2月もうだうだし、まあ、寒いのが苦手というのもあるんですけどね、まあ、そんなこんなで、今年はちょっと今のところまだのんびりさせていただいている状態ですけれども、まあ、岡山県、に
僕は岡山に来て10年ですね。七海の方が、相方の七海がですね、もともと岡山出身でありまして、で僕はまあ愛知県の一宮というところの出身なんですけれども、岡山に来る前は名古屋におりまして、で僕自身は音楽活動というのはもう15、6年になるかな。全国ライブ活動をし始めてからは14年ぐらいなのかなっていう感じなんですけどね。僕がまあメインでやっている音楽の中でもメインでやっているのは、最近ちょっと意識的に、まあ、ギター弾き語り歌っていう感じになっているんですが、ただやっぱりこう、ディジュリドゥという楽器、ご存知の方、ご存知でない方、おられると思いますけれども、オーストラリアの先住民、アボリジニですね。彼らが、1000年以上前、一説では3万年ぐらい前って言われてるんですけど、大体まあ3万年ぐらい前に、アボリジニの人たちはインドネシアから、オーストラリア大陸に渡っていったのではないかと言われているんですけれども、そんな、アボリジニの方々が古くから昔から演奏していたディジュリドゥという、まあ、木の筒状の大きな楽器ですね。これを演奏を10、もう16年やってまして、そのディジュリドゥがまあやっぱりイメージ的にはメインですかね。それにネイティブアメリカンフルート。で、ギター弾き語り。で、七海、相方の七海がシンセサイザー。あ、バレましたね、テリーさん。これ。あ、こっち。これ難しいな。これ。ディジュリドゥ。後でちょっとだけ音出します。昨年まではですね、岡山でも、久米南町というところの上籾という棚田の美しい標高380メートルの村に住んでいたので、朝でも夜でも音全然出して OK だったんですけど、さすがにこの今年1月の下旬に引っ越してきました、この街中のマンションなので、あまりですね、やっぱり音をこうガンガン出すわけにいかないので、後ほどちょっとだけ音を出しますけど、ディジュリドゥ。そう。で、相方のナナミがですね、シンセサイザーを、まあ、ここ1、2年前から。あと、ネイティブアメリカの太鼓とかですね、まあ、いろんな、打楽器系をやりながら、歌を歌ったり、コーラスしてくれたり、そんな感じで、夫婦ユニットで音楽をやっております。その合間にっていうか、と同時に、サウンドセラピーということで、僕はディジュリドゥをメインに、時折クリスタルボールを使ったりですね、いろんな他のネイティブアメリカンフルートとか、ドラムとか、ドラムってネイティブアメリカンドラムですよ。いっぱいトコ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 っていうロックな人たちがやるドラムではないんですが、そういった、まあ、いわゆる原始的な楽器を使って、サウンドセラピーということもやらせていただき、ナナミはシータヒーリングとか、あとですね、最近はなんか、蓄養鏡っていう、最近でもないけどね、まあ何年か前から。弘法大師が中国からたくさんの経典を持って、帰国した折、一緒に持ってきた蓄養鏡、宿るお経の、違う、蓄養、曜日のように、経典、お経の経ですね。蓄養鏡なるものに、これは人間関係の、人間関係のですね、なんていうんですかね、占いですね。生年月日で割り出すんで、占いみたいなものをやりながらですね、そんなこともやって、僕らは結構一つのことを集中してできるタイプではないので、二人とも、まあ、いろんなことを同時進行してやってしまう
というキャラですね。宿妖鏡。これ宿妖鏡ね、結構面白いですよ。ご存知の方おられるかもしれませんけど。非常によく当たりますね。自分がどういう、まあ、タイプの人間であるかっていうこともさることながら、人間関係ね、どうしてそうなっちゃうのみたいな。とか、どうしてこの気が合っちゃうのとか。気が合っちゃうのっていうのは別にそんなにどうしてってね、悩む必要もないんでしょうけど。なんかうまくコミュニケーションできないなとか、なんかこう、どうなんだろうなっていう人間関係の場合は、これで見るとですね、よくわかりますね。面白いです。友達としてはいいんだけど、なんかビジネスになるとダメっていう関係とかね。逆の関係とかね。気が合うんだけど、こうなんかこう、物事が進まないとか。まあ、いろんな。人間関係、そういうことがこの宿妖鏡で解明される。そうするとですね、割とこう分かると、いろんなことが分かるとこう結構楽になるじゃないですか。分かんないと辛かったりしますよね、いろいろなことが。まあ、分かんない方がいいこともありますけども。分かった方がいいことの方が、まあ多いのか少ないのか、まあそれは別として、まあ往々にして、だいたい正体が分かると、まあ楽になる。まあ気が楽になるということもあるでしょうね。さて、ノーアイデアでいつもこう、何事も取り組んでしまうのでですね。まあ以前ラジオ番組もやらせていただいてたこともありますけれども、まあ全くシナリオなしで、こうライブ的にいつもやってしまうのでね。まあ何が好きってライブが好きなので、まあ音楽にしても、ただスタジオとか、まあそういったところで録音をしてですね、まあ、CD 作ったりしますけど、やっぱこの演奏してる瞬間が一番やっぱりこう、まあ誰もそうなんだとは思うんですけどもね。ライブ、特にお客様とこう共にこうその場で作り上げていくライブっていうのが、ことのほかやっぱり気持ちいい、楽しい、嬉しい。そんな感じなんですね。でですね、このまあ、いつもぶっちゃけ行き当たりばったりっていう、最近なんかこう、割とスピリチュアルな人たちとか、まあそうでない人たちもそうなんですけど、行き当たりばっちしとかね、なんかそういう言葉遊び的な感じで言われてますけど、それができる人とできない人は確かにタイプ的にね、人間のタイプ的にあるんですけど、まあ僕は行き当たりばったりな人なんで、実、本当は、ななみはですね、本来は行き当たりばったりな人ではないはずなんですけど、まあ、そういう行き当たりばったりなことが、割とできちゃう感じになってますけどね。今言った、その行き当たりばったりができるタイプか、タイプじゃないとかっていうことはですね、これはいわゆる動物占いってありますね。まあ、猿、狼だとか、猿だとか、小鹿だとか、まあ僕はペガサスですけど、クロヒョウとか、ライオンとか、トラとかね、コアラとか、12の動物に 分けて、その人のタイプを言ってる動物占いね。これも、個性心理学という、本来、もう少し、なんていうんですかね、マスメディアでこうブームになった、ああいうなんかこう、軽い感じの側面もありますけど、実はこう、個性心理学という一つの学問のような感じで、
展開している鶴本正宏さんという人がいますけど、その鶴本さんは僕がもう何年、20年以上、20年ぐらい前かな、知ってる友達で、彼が構築したものなんですけど、それもすごく分かりやすくてですね、人のタイプがね、人のタイプをこう見ていくものって世の中にものすごくたくさんあるんですけど、まあその中でも僕は全部知ってるわけじゃないんですけどね、僕が知る限りでは、やっぱりこの動物占い、個性心理学っていうのがですね、分かりやすいし、よく当たるっていうか、当たるっていうかね、当たるっていうしかないのか。納得できるですよ。まあよく作られ、できてますよ。本当に。この生年月日でこう出てくるんですけども。陰陽五行。十干十二支。四柱推命がまあベースになっているのかなと思うんですけどね。そこにまあいろんな他の、統計学とか、そういったものを加えられて、構築されたものなんですけれども。これもね、知ってるか知ってないかでですね、ストレス、受けるストレスがだいぶ変わってきますね。まあ、個性心理学的に言いますとですね、僕たちの日頃のこう受けるストレスっていうのはですね、ほとんど8割方人間関係だと。ではないかということなんですね。だいたい自分だったらこうなんだけどっていう価値基準というか、その判断基準がですね、だいたい自分中心にこう人ってどうしてもなってしまいますから、まあそうで当たり前なんですけどね、人の価値基準で判断するなんてことはなかなかできないので、まあ自分だったらこれがいいとか、自分だったらこうする、自分だったらこうされると嬉しいのに、っていうことがベースにあるのでですね。違うことをされると、なんか気持ちよくなかったり、嬉しくなかったりですね。なんかこう、納得できなかったり、っていうことがあるわけですね。だからそれを、でも、絶対こう、みんな同じなわけじゃないので、個性っていうものはね、みんな別々だし、感性も違うし、同じものを食べたって美味しいと思える人もいれば、まずいっていう人もいるし、例えば、バラが好きって言ったって、赤いバラは好きだけど白いバラ嫌いとかね、そういう人によって違うじゃないですか。その違いをですね、よくよく付き合ってみないとわからない部分が、まあ、この動物らね、個性心理学で、見ますとですね、まあ、宿命教もそうですけど、あらかじめわかる。だいたいこういうタイプっていう。絶対100%じゃないですよ。それはもちろんそうなんですけど、大体の傾向がわかればですね、なんでこうなるのっていうのが、こう、理解できるわけです。納得できなくても理解できればですね、相当、これ違いますよね。本当にそうなんですよ。本当にそうなんですよっていうか。まあ、簡単に言いますとですね、例えば大きく2つに分かれる、まあ、2つに分かれることの組み合わせでこう、何万通りになっていくんですけど、まずは、まあ、行き当たりばったりな人と計画的な人、これがですね、大きく2つに分かれるんですけど、それは個性心理学で見れば動物で分かるんですよ。動物占いはまず3つに分かれてますけど、お月様のグループと
太陽のグループと地球のグループっていうふうに分かれていて、お月様のグループがまたこれ2つに分かれるんですけど、満月のチームと新月のチームっていうふうに分かれていくんですが、この太陽のチームね、僕はペガサス、あとライオンとチータとゾウ、この4つの動物、大体動物占いとか五星心学見ますと、カタカナで書いてあるこの4つの動物は太陽グループなんですよ。で、漢字で書いてある猿、狼、コアラ、虎、これがですね、地球のグループですね。それで、ひらがな、黒ひょうって黒は漢字なんですけど、これ、ひょうがひらがななんで、ひらがな表記として理解していただきたいんですが、ひらがなが入っている動物、羊、子鹿、黒ひょう、最近ちょっと物忘れが激しいのね。羊、黒ひょう、子鹿、タヌキ。この4つがですね、お月様のグループなんですけども、その中でも、黒豹と羊が満月のグループで、子鹿とタヌキが新月のグループなんですね、チームなんですね。で、この新月のチームと、お月様のグループの中の新月のチームと、要するに子鹿とタヌキですね、と太陽のグループ。ペガサス、ライオン、チータ、ゾウ。この6つの動物がですね、動物の人たちは、これがね、行き当たりばったり大丈夫な人たちなんですね。逆に言えば、計画的にできない人。で、そうではない人たち。地球のグループ。猿、狼、コアラ、虎と、ムーンチーム、月のグループの満月のチーム、黒豹と羊。この6つの動物の人たちは、逆に行き当たりばったりができない。計画的にでもできる人たち。っていう、ふうに分かれるわけです。で、この計画的にできる人たちの方がですね、過半数を超えておりまして、微妙に。なので、世の中は、いろんなことが計画的に進んでいくのであると、こういう考え方がありまして。もちもちさん、おはようございます。これね、面白いですよ。知ってるか知らないかで、本当にいろんなことが見えてくるんですけど、大体この計画的にできる人たちはですね、例えば音楽の世界でいきますと、リハーサルをやたらしたがる。で、リハーサル通りできる。でも、行き当たりばったりにできる人たち、逆に言うと計画通りできない人たち、これがですね、リハーサルはしたがらないんです。で、リハーサル通りできないから。っていう、そういう個性がありましてですね。かつて、10年前まで名古屋にいて、6年間、ディジュリドゥの演奏とライブ活動していた頃にですね、総勢20人ぐらいの、音楽チームを持ってまして、ディジュリドゥとジャンベと、20人ぐらいの集まりだったんですけどね、これがね、当たってますよ、動物占い。おはようございます、京子さん。その 僕は、個性心理学を作った鶴本氏と、20年来の友達だったので、そのね、10年以上前に名古屋で やってる時にも、個性心理学の認定講師させていただいてたんで、勉強させていただいてたんで、だいたいそれで、グループ分けしてたんですけど、それを知っていたから、納得できたんですけど、カオルさんの対応チーム、なんですかね。本当に、それ知らないとですね、頭きますよ。頭きますよっていうか 僕はですね、
ああ、コアラさんですか。コアラ、コモリグマと漢字で書くんですね。本当のコアラをコモリグマと書くのかどうかわかりませんが。コアラさんは地球グループですね。それで、結局、まあ今言った、行き当たりばったりチームと計画的チームにこう分けるじゃないですか。で、計画的チームの人たちにですね、リハーサルバッチリやっといてくださいよって言うんですね。で、行き当たりばったりチームには、まあ彼らリハーサルちゃんとやっててくれるから、本番は彼らに合わせればいいよって言うんですよ。で、もし合わせたくないなーって思ったら、まあ逸脱してもいいけど、戻ろうねって言っとくんですね。で、行き当たりばったりができない人たち、計画的にしかできない人たちの、方々にはですね、僕ら道外れるけど戻るから、外れた時は待っててって言うと、あ、待ってて何もしなくていいんですか、うん、どうせできないでしょってそういう感じでやるとですね、みんなこう 安心して本番に臨めるという、そよそよ組のチータって何ですかね チータさんですか。だいたいそれで性格が分かります。チータさん、コアラさんね。まあ、分かりますって言っても、それで100%判断しちゃダメですよ。そういうものじゃないんで。まあ、大体の傾向です。何事もそうです。すべて100%完璧なんてものはですね、この世の中にはないと思った方がいいと僕は思ってて。まあ、完璧というか完全というかですね。まあ、それでいいんじゃないかなと思いますね。だからこそ面白いし、先があるじゃないですか。出来上がっちゃったものばっかりだったら、それからね、先に何が楽しみがあるのって感じがするのであるんですけど、まあそれは置いといて。なんだろう、今日はなんか動物らの個性心理学の話が、まあ、メインになっちゃったのかな。まあいいんですけど、それはそれで。ホームページありますからね、個性心理学で検索していただきますと、ホームページがありますし、大体、携帯電話、まあ、スマホの、なんていうんですか、すべてのキャリアで入れるサービスありますからね、自分のことも調べれるし、他の調べ対象のことも調べれますし、羊。七色ピッピさん、家族3人、羊ばっかりですか？もういつも一緒にいるんじゃないですかね。すごいですね。羊トリオですか？おお。それはそれですごいものだと思いますけどね。で、同じキャラクターって いい時はいいんですけど、やっぱりこう、自分で自分が嫌なところって、こう誰しもあるかもしれないんですけど、そうするとですね、同じキャラクターだとですね、やっぱ自分と同じものを持っているので、要するに自分が嫌なところも持っているじゃないですか。そうなるとですね、そこでちょっとカチンときたりすることもあるんですけどね。まあそれは 自分を見ていると思えば、すごくいい勉強だ。黒豹さんですか？女王様ですね。本当、京子さん。西野七海ちゃんも黒豹でございますけども。まあ、そうですね。お、ライオン様、プリンさんはライオン様ですか？ ライオンさんは、太陽グループでございまして、クルハオさんはね、さっきも言いました、ムーンチームですけど、満月のチームなので。あ、ユンさん、はじめまして、おはようございます。今日は動物占いの話を、今のところメインで話してまして。まあ、とはいえ、僕は、一応音楽家なんで、このね、後ろにチロッと見えてる、この、ディジュリドゥ。これっす。近いな。これっすよ。ズル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 。でかいでしょ。そうでしょう、京子さん。似てると思いますよ。黒豹さん同士の、その黒豹カラーっていうのはね、白黒はっきりつけたいとかね、
かっこよく生きたいとか、さ、新しいもの好きとか。動物占いの話はここぐらいまでにしておきましてですね、ちょっとディジュリドゥの話をしましょうか。冒頭で言いましたディジュリドゥというのは、オーストラリアの先住民、アボリジニと呼ばれている人たち、オーストラリアン・アボリジナル・ピープルなんですけど、アボリジニというのは、大体先住民という意味らしいんですけど、英語で書くと A で始まりますけど、その頭文字の A を大文字にするとですね、なぜかオーストラリアの先住民を特定するという決まりがあるみたいで、アボリジニっていうと大体オーストラリアの先住民なんですけれども、彼らが1000年以上前、3000年前とか1万年前とか3万年前とかって言われているんですけども、定かではないので、1000年、1000年以上前だろうという大体大方の、世界的な合意ですかね、のもとに1000年以上前から演奏されていると言ってるんですけども、これは、オーストラリアではユーカリの木で、できてます。棍棒か。オーストラリアにはユーカリの木がたくさん生えてまして、その中の、何種類かのユーカリの木の中身だけ食べてしまうシロアリがいまして、都合よく。で、外側が硬いまま立ち枯れます。で、空洞化して立ち枯れたユーカリの木を切って削って、ただそれだけでできるのがディジュリドゥという楽器なんですけど、オーストラリアのアボリジニの人たちは、ブッシュに入っていって、そうやって立ち枯れて立っているユーカリの木の中から良さそうなのを見たり叩いたりするだけで、彼らにはいいディジュリドゥになるかどうかってことが分かるらしくてですね、それを切って削って皮むいて でちょっと形を作ってですね、で中は本当にシロアリが食べたまんま、空洞化したまんまのものなんですけど、それをディジュリドゥとして演奏してますけど、僕がこれ今持ってる、これはですね、ユーカリではなく、リュウゼツランという植物ですね。リュウゼツラン。リュウゼツランです。リュウゼツラン。リュウゼツランという植物。これがアガベー。英語だとアガベーですね。アガベー。最近アガベシロップとかですね、体にいい甘いもの、甘味料っていうんですかね、出てますけど、これがお酒になるとテキーラになりますね。その材料なんですけど、これがなぜ、リュウゼツランという日本語になるのか。漢字で見るとわかるんですけど、竜の下の花のランですね。あれ？これラン？ 葉っぱがですね、竜の下、ベロに似てるっていうことですね。そして、咲く花が、一生に一度花が咲くんですけど、だいたい60年前後の一生を過ごすらしいんですが、このリュウゼツランという植物、一株がですね、竜に似たベロのような、竜のベロに似た葉っぱ、アロエの化け物のような、化け物っていうか、アロエがでかくなったような感じに、ぱっと見は見えるんですけどね、割と大きな株なんですけど、その株がですね、一生を終える、大体5、60年、早いものだと2、30年、その数ヶ月前にいきなりですね、センターからこんな木のようなものがニョキ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 と伸び、3メートルぐらい前後の茎が出てくるわけです。で、その先の方に、先っぽの方に、蘭に似た花が咲くので、日本語ではリュウゼツランと言われていますが、アガベですね。これをこの近年、アメリカが最初だったんでしょうかね。
これは中を人工的にくり抜きますね。やっぱ枯れて倒れる寸前のこの龍舌蘭の茎。その一生を得るっていうのは龍舌蘭、花が咲くとですね、もう株ごと枯れて倒れて朽ち果てるんです。竹みたいですね。で、そうすると、もうすでに子孫がそこら中に地下茎でこう、多分株分かれしていくんでしょうけど、どんどん増える植物みたいですけどね。この龍舌蘭で、アメリカが、最初だったんでしょうね。ディジュリドゥというものが作られるようになりました。近年だと思いますよ。ここ10年ぐらい。多分10年、20年ぐらいだと思うんですけど。まあ、僕がこの龍舌蘭ディジュリドゥに出会ったのは十数年前ですね。だから十数年前になったんだ。14、5年。ハワイのカウアイ島に当時住んでいたサウンドセラピストの女性が、まあ、龍舌蘭のディジュリドゥっていうのを吹いてて、まあ、初めて僕も龍舌蘭のディジュリドゥっていうのを知ったんですけれども、で僕が持っているこれの龍舌蘭のディジュリドゥ、これは、2004年に、セドナに、アメリカ・アリゾナ州セドナですね、初めて行った時に、向こうで現地で購入したものです。あの時は、まあ、スピリチュアル協会では有名な穴口恵子さんっておられますけども、まあ、穴口恵子アーンドトシコ島と行く、瀬戸内ツアーっていうのがあったんですけどね、2004年に、まあ、夏ですね。 その時に、まあ、僕は初めて瀬戸内に行ったんですけども、向こうで、作ってる人から直接分けていただいた、これが龍舌蘭のディジュリドゥでございますけれども、その後2009年にパートナーのナナミとセドナーにはもう一回行ってますけどね、その時はディジュリドゥは買ってこなかったんですかね、ネイティブアメリカンフルートを買ってきましたけど、さあこのディジュリドゥという楽器、これはですね、まあアボリジニが古くから魂として扱っている道具ですけれども、大体こう民族系の楽器というのは冠婚葬祭みたいなこう祭りごとからですね、お楽しみごと、あとはシャーマニック的な使い方、まあ、いろんな使い方をするんですけれども、これは伴奏でしかないですね。歌があって踊りがあって、ただまあ、これだけで、このディジュリドゥだけで、やることっていうのは、あまり僕ら、部外者の前ではしないと思うんですね。ただ、非常に、このディジュリドゥという楽器のパワーっていうのが、まあ、すごいと思うんですけれども、サウンドセラピーに、まあ、本当に、もってこいの楽器だと思うんですね。特に、材質的に言うとですね、この龍舌蘭のディジュリドゥっていうのが、僕は、セラピーにはすごく向いてると思います。で、それは僕が思ってるだけではなくて、大体アメリカ、カナダ、ヨーロッパの方では、この龍舌蘭のディジュリドゥっていうのはセラピー用に非常に多用されてました。まあ、多用されてきました。どうやらね。で、最近はもうオーストラリアでも龍舌蘭ディジュリドゥが作られるようになってて、割とこう全体的に広がってきてますけど、ここ4、5年かな。ここはもう10年以上使ってますけどね。ハワイの方から輸入して販売もしてますし、いろいろ扱ってますけど、これは本当に何て言うんですかね、浸透性が高いというか、バイブレーションがとても細かい、デリケートだと思うんですね。なので、体の奥の方までそのバイブレーションが届く
のではないかと思っているんですけども、まあ、そのディジュリドゥサウンドセラピー、どうやってやるかっていうとですね、まあ、僕の場合は、その方のチャクラのバランスを音の響きで感じ取って、調整していくということなんですけど、調整していくというか、まあ、それをちょっと意識しながら、ディジュリドゥの演奏をしていきますと、その方のチャクラのバランスが勝手に整っていう感じなのかな。人間っていうか生き物っていうのは、自ら、なんていうんですかね、その自分に都合の悪い状態をですね、自分の都合のいい状態に戻すという力を命は持っていますから、まあ、自然治癒力とかね、言いますけど、それを発動するきっかけとか、その自然治癒力みたいなところの力をですね、増幅させる、まあ、手助けになるんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。まあ、確かにディジュリドゥだけじゃなくて、いろんな楽器で、ミュウさんはハワザンさんいまして、例えばクリスタルボールとかね、いろんな音叉とかね、いろんな音を出す道具っていうのはあるんですけど、それはそれぞれやっておられる方が、それがいいと思ってやっていますから、まあ、どんなことでもいいとは思うんですけど、やっぱこれも何事もそうなんですけど、相性というものが僕はあると思うので、例えば、みんながみんなディジュリドゥでいいっていうことにもならないし、まあ、その中の一つとしてですね、ディジュリドゥという楽器があって、そのディジュリドゥでのセラピーというのが、まあ、その時のその状態に、その人のピタッとはまると、その人がものの見事にいい状態に戻れるということなんじゃないかなと思うんですけどね。これはまあ僕はまあ10年以上やってきて、まあいろんな方とにセラピーをさせていただいてますけども、それは効果のない方も時折おられますけど、大体こう皆さんいい感じになられるようですけどもね。ただ、やっぱりこう、人間ってこう癖がありますから、どうしてもまた戻っちゃったりするんですね。だからまあ、何回かやる必要があるのでしょうし、まあいろんなことも、ディジュリドゥセラピーだけじゃなくて、いろんなことをね、やりながら、一番いい状態を保つということを、まあ、していくんでしょうけど。さて、このディジュリドゥですね。まあ、8時40分ぐらいになってますから、ちょっと音出しても大丈夫かな。ディジュリドゥの音でした。聞こえました？ 唇を震わせてですね、この菊池のここにと立てまして、こういう感じでね。で、唇を震わすと音が出るんですけど。
循環呼吸法という、鼻で吸いながら口に溜めた空気をプッて出しながらですね、口に溜めた空気をプッて出しているときに鼻で吸うんですけど、循環呼吸という呼吸をして、音を途切らせないようにして演奏していくものなんですけれども、これでサウンドセラピーやってますが、10年くらい前からかな、もうちょっと前からかな、サウンドセラピーもやってることもあってっていうのもあるんですけど、たまたまなぜか僕はリジュリドゥを始めて16年ですけれども、お医者さん、全国的にお医者さんがですね、なぜか僕リジュリドゥを教えさせていただいていることが多くて、名古屋にいた時も歯医者さんとか、小児科の先生とかですね、非常にリジュリドゥに興味を持っていただいて、教えてよって言われて教えさせていただきましたし、有名なお医者さんって、変な言い方ですけど、で言いますと、産婦人科の池川明先生、体内記憶を持つ子供で有名な池川明先生ですね。なんかもう10年以上前から存じ上げてますけど、やっぱディジュリドゥ、すごいなんか気に入っていただいて、何回か池川先生のクリニックで演奏もさせていただいたこともありますし、吹き方教えさせていただいたこともありますし、その池川先生の語学友で、この方は耳鼻科の先生でしたけど、その方も教えさせていただきましたし、北海道札幌のですね、やっぱ産科じゃない、婦人科のお医者さん、西谷先生という方がおられるんですけども、もうリジュリドゥ、年に1回だいたい北海道行くんですけど、行ったら必ず 西谷先生のクリニックのところでもライブさせていただくんですけど、だいたいライブ前に早く来て、リジュリドゥレッスンしてくださいって言われるので行ってやって、だいぶお上手になられました。あとは九州の佐賀県で、八山先生という方がおられるんですけど、この方ももう10年くらい前からですね、最近全然リジュリドゥ吹いてないみたいですけど、教えさせていただいて、かのんちゃん、お久しぶり、おはようございます。これがですね、なんとも本当に面白いっていうか、それで僕はですね、お医者さんとの出会いもさることながらですね、そうなんでしょうね。サウンドセラピーをやりながら、お医者さん、名古屋でも東海ホリスティック医学振興会っていうのがありまして、そこの顧問にもう10年近くさせていただいてるんですけど、サウンドセラピストとしてですけどね。そこの常川先生という、やっぱりお医者さんが中心になってされている東海ホリスティック医学振興会という会がありまして、常川先生も、サウンドセラピーをその常川先生のクリニックでデモンストレーションやってくれって言われた時にやらせていただいたり、で、すごく感心されて、で、顧問に、ちょっと顧問してよとかって言われて、顧問にさせていただいたんですけど、そんなことからですね、いろいろ医学的な世界、医療の世界というものも、垣間見ながらですね、いたときに、やっぱりいろいろ社会的な問題も含めてですね、やっぱり病気にならないようにしないとダメよね。要するに予防医学ですね。予防医学、本当に
やっぱりこういろんなお医者さんが言われましたけど、例えば脳外科の先生とか、心臓関係の、まあ、外科の先生なんでしょうけどね。例えば、血管関係のね、要するに心臓の血管の病気をされた方を、こう手術とかして治しても、やっぱりその後何年かすると、脳血管障害になっちゃったりとかね。で、脳血管障害になっちゃうと、割とこう、麻痺が残っちゃったりして、命は助かっても、その後、麻痺が残ったり、そういうようなことで、元通りには戻れない。だから、ならないようにしないといけないんですよねっていう、病気にならないようにするということを努めていくということがとても大事なんじゃないのって、こう、ずっと思ってたんですね。で、まあ、社会的にも、例えば、国民健康保険とか、保険制度があるんですけど、その医療負担が日本のは40兆だそうですよ。ものすごい金額ですよね。確かにこの保険っていうのをかけながら病院に行くんですけど、それ以上に、かかってるわけですよ。で、最近ちょっと、聞いた話なんですけど、その保険医療制度が整っているがために、っていうことがね、やっぱ日本ではあって、例えば、盲腸の手術が大体日本だと30万ぐらいなんですかね。これがアメリカだとですね、200万以上かかると。で、1日で退院して、切って1日で退院して、200万以上の手術費がかかる。これ、そうやすやすとできないですよね。だいたい諸外国がそうらしくてですね。だから、例えばアメリカとかね、他の国では、やっぱ予防医学が進んでる。まあ、それはそうですよね。病気になっちゃったら、ものすごくお金がかかる、治療に。恐ろしい。だから、例えば、盲腸になって病院に行って、あんたお金あるって言われて、払えるって言われて、払えないって言ったら、手術でしないっていうことが、こう、アメリカなんかで起きるということをね、聞いてね。うん、確かにそうでしょうね。で、逃げちゃうらしいですよ。患者さんが払えないからって。その後どうなっちゃうのかなって思うんですけど、そう思うとですね、本当に病気にならないように、健康維持増進するっていうことが本当に大事なんだよねって、そうじゃなくても、お金の問題じゃなくてもですね、お金の問題だけじゃなくても、やっぱりこう日頃病気にならないように自分の健康維持増進するということをしていかなきゃねってずっと思ってたんですね。おかげさまで僕は大病を今のところはしたことがなく、入院もしたこともないし、大きな怪我もしたことがないんですけれども、かといってそんなにこう健康維持増進に努めてきたかっていうと、そうでもなく、もうたまたまラッキーに来てたのではないかって思えるのが、ここやっぱり今56歳なんですけど、50歳を超えていろんなところにこう変調が現れるんですね。やっぱりこう、そうなった時に、特に今50肩でですね、こう左腕がここまでしか上がらないんです。これも普段から 肩関節を動かしていればですね、予防できたことだって言われますし、その無理に、例えばこう肩を回す運動を、知ってれば一番いいんですけど、そうじゃなくても、この猫背でね、僕はなんか肩が前にこう
両肩がこう出てるっていうか、横から見るとこういうふうな猫背タイプなので、やっぱ肩関節の可動範囲が狭いから、特にそういうふうになりやすいかったのではないかと。要するに、普段の姿勢の悪さとかですね、歩き方とかですね。楽器をやってる人は割とそういう人多いんですよねって言われるんですけど、職業柄っていうのもあると思いますね。だからそういうことを、知識として持っていればですね、あらかじめ、予防できた、そう、楽器の姿勢あるんですよ。だから、偏った姿勢とかをしがちな仕事の人は特にですね、やっぱりこう普段からそれを矯正する、正しい姿勢にする運動とかですね、その正しい姿勢をするためにはやっぱり必要な筋肉力っていうのがやっぱりあって、その筋肉を衰えないようにするという、若い頃は割とこう筋力があったりするから大丈夫でも、年を取ってくるとその筋力が富みに落ちましてですね、で沈んでくるということがあるみたいなんですね。だからそういうことをずっと予防医学的なことを僕も何かしらこう携わりたいなと。だけど僕は医者じゃないし、看護師でもないし、薬剤師でもないし、そういう医療関係の専門的な知識も持ってるわけでもないし、たとえ知識を持ったとしても資格があるわけではないので、そういうアプローチはできないなって。でも、ディジュリドゥという楽器、音楽を通して、そういうことに貢献できたらいいなと思いながきてて、ここ十数年。やっと、去年ですね、山口県の周南市におられる沼田光雄先生というドクター、50歳、まだ若手の先生なんですけど、こんな本を出されてますけど、とか、これとか、沼田光雄先生ですね。ここに写真が出てますけどね、沼田光雄先生。このミネラルの大切さと、あと脳幹。脳幹療法とかね、脳幹活性。脳幹を活性させて、ミネラルバランスを整えれば病気にならないっていう、ざっくり言うとですよ。そういう、ことなんですけど、この沼田光雄先生と昨年ご縁をいただきまして。で、一緒にやりましょう。一緒にやりましょうっていうか、ディジュリドゥ、これは相当役に立ちますということを認めてくださって、もう仲間にしていただいて、今着々とこの具体的にね、そのディジュリドゥをどう健康維持増進に役立てるかっていうことのためにですね、準備をしています。多分今月中、来月、ゴールデンウィーク明け、来月中には、広く、やっていけると思うんですけど、カオルさん、の反応してるでしょ？ねえ。特に、スピリチュアルなことがお分かりの皆さんはですね、やっぱ敏感な方が多いので、反応が早く、わかりやすいですね。それでこの沼田光雄先生もですね、大阪で救急医療に携われてて、本当に最先端の医療をされていた中で、やっぱりある時気づかれたそうなんですね。脳血管障害とかいろんな病気を治しても戻らないじゃん。元通りにはならない。そこにすごいこう虚しさを感じられたらしく、で西洋医学だけでは治癒には至らないことが多い。特に、
慢性的な病気、今一番多いじゃないですか。死因にも、の中でも多いね。がんだったり、脳血管障害だったり、心筋梗塞だったり、最近は肺炎がだいぶ増えてきちゃってるらしいんですけど、そういう慢性的な生活習慣病的な、そういったものに対してはですね、西洋医学というのは本当に無力ではないかということを気づかれて、山口県の周南にですね、周南病院という、病院の理事長もされてるんですけど、沼田先生は。もう一つ、代替医療というか、そういう、ホリスティックな、治療をできる海風診療所というのを、作られてですね、活動されてます。で、健康増進マイスターという要するに医療従事者じゃないので、診断とかですね、診察とか治療っていうことはできなくても、ある程度そういう知識を持って、で、ちゃんと医療施設、ドクターとつながって、きちっとドクターの指導をもとに、健康相談、指導ができる人たちを健康増進マイスターという名前でですね、そういう人たちを育成、養成していこうという活動を、沼田先生、ここ数年前から始められてて、で、ちょうど、3期、第3回目の育成講座が、先週の土日と来月の半ば頃の土日で、合計4日間ですね、1泊2日の2回に分けて、2ヶ月に分けて、その講座が行われるんですけど、第3期で、僕もちょっと今、勉強させていただいてます。これがですね、本当に、前から知っていた知識もありますけどですね、新たによく分かって、で、たまたま例えば、三本柱でですね、ニコニコ、テクテク、カムカム、カタカナでね、分かりやすく、ニコニコ、テクテク、カムカム、という三本柱だっていうことで 言ってるんですけど、ニコニコっていうのはもちろんニコニコっていう心のね、ことです。やっぱり不安とか恐怖にとらわれ続けて、毎日を過ごすよりは、笑って愉快に楽しく、毎日を過ごした方が絶対健康にいいに決まってますし、で、そういう心理状態をどうしたらキープできるかとかね、そういった、ことだったり、テクテクっていうのは、テクテク歩くっていうことのからなんですけど、運動ですね。正しい歩き方、姿勢、そのための筋力の増強、保持。要するに運動ですね。かといって、マッチョマンになるための筋トレじゃないですけどね。正しい歩き方、本当に姿勢とかですね、それをキープするために必要な筋力っていうのがやっぱりあって、必要最低限が。それが衰えないように。要するに、老化はしていくものなので、老化を完全に止めることはできないとは思うんですけども、その老化を少しでもスピードを緩める、要はアンチエイジングですね。そのための運動。で、カムカムっていうのはカムカムなので、食事ですね。やっぱり大事な食事。自分の肉体を持っている以上、肉体を構成するいろんな栄養素を取り入れなければいけないので、その食事というものがとても大事で。だから、栄養素だけではなく、やっぱりミネラルというもののバランスがちゃんと整っていないと、これが塩梅悪いという。
病気になってしまうんじゃないかということでね。そんな勉強を僕も始めさせていただいてます。こんなことで、いろいろ、本当に世の中にはいろんな、もうね、日本だけでも1億3000万人もいるんでね。かのんちゃんもじゃあ、健康増進マイスターになろうよ。今は、山口県の防府市じゃねえや、周南市っていうとこだけでこの講座開いてますけど、いずれ全国で受けれるようにするって言ってますからね。ぜひ、本当にそういう知識を持つだけでも全然違うと思うし、ちゃんとドクターのとつながって、その方の健康維持増進のためのね、アドバイスがきちっとできるっていうシステムが、これ本当に全国に広がったら、本当に救われる人がたくさんおられると思います。そういうことで、今日もいろいろお話を取り留めもなくさせていただいたんですけれども、動物占いに始まり、予防医学に終わるみたいな今日の流れなんですけど。そう、だからね、本当もうこれから年寄りしかいなくなるよ。ね、あと10年もしたら65歳以上が、なんだっけ、ものすごい増えるんだよね。あと10年したら僕も66歳になるので、高齢者に入るんですけど。高齢者になると、いろいろ特典があるので、でもその特典もね、なくなるかもしれないですよ。だから経済的にもね、なんでしょうね。ただ、10年もしたら全く違う社会システムになる可能性もあるので、お金もなくなってるかもしれないんで、あれなんですけど、よくは、どんな社会システムで、どのような社会環境になろうとも、やっぱ元気に、生きていけるっていう状態を保ちたいですよね。そのためにはやっぱりまずは本当に体が資本っていうか、このボディを持って今この世にいるわけなので、この肉体の健康をやっぱり維持増進できるっていうことがまずは大事かなって思ったりするんですね。卵が先か鶏が先かって、その精神的に押し込んでいくと肉体も変調をきたしたりするんですけれども、肉体的なやっぱり変調もですね、精神にやっぱり影響しますからね。どっちもどっちなんで、心身の健康を保つ、だからニコニコテクテクカムカムって心のことも入っているわけなんですけど、当たり前ですよね。だからそういうことをちゃんとやっていけたらなと思いながらやってます。ので、今後またいろいろ情報をお伝えしたり、していきますので、よろしくお願いいたします。今日は、これで1時間経ちました。お付き合いありがとうございました。また来月の第2、第4の火曜日の朝は、トシ&ナナミの担当でございますので、来月は、ナナミちゃんと2人で、トシ&ナナミでできるようになると思うんですけど、また、お会いしたいと思います。音楽関係の活動の告知ですけど、今月26日、今週の土曜日はですね、岡山県のですね、岡山市の北公民館というところで、午後2時からですね、ちょっと僕一人でライブになるんですけど、やらせていただきます。で、そのディジュリドゥの健康法っていうことで、竹のディジュリドゥを作って、健康のために吹きましょうという、吹くとやっぱ健康維持増進できますからね、ディジュリドゥ。で、そんなことも、岡山市のある方が
やってほしいっていうご依頼をくださいましたので、この岡山市立北公民館で、そういう活動もしていくということになっておりますので、まあ、そのために、まずディジュリドゥを知っていただこうということで、まあ、ライブメインで、その竹ディジュリドゥを吹きましょう体験コーナーっていうのもあります。これが今週の土曜日26日の午後2時からですね。と、今月29日、には、祭日になるのかな。名古屋市じゃない、北名古屋市のギャラリーカフェアウラさんでですね、夜、僕一人でライブになりますけど、ライブと、あと、地元の方、その方も、まあ、運動関係のことのワークショップですね、とコラボレーションで、させていただきます。ということで、近々のご案内はそんな感じですけど、ホームページ、そうなんだ、最近、きらく堂 .com のホームページアドレスが使えないので、トシ&ナナミで、検索していただきますと、ホームページ出てきますので、ホームページにもイベントの情報出してますし、あと、Facebook もしやられていましたら、僕は、小島敏弘という本名でやってますから、これで 検索していただければ、ぜひフレンドになっていただければと思いますし、トシアンドナナミで Facebook ページっていうのも作っていますので、ぜひまたつながっていただければと思います。ということで、今日も何人の方がご覧くださったのかちょっとよくわかりませんが、またお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。では、良い一日を。Have a nice day.